こちらはアルマジロ IoTA6 のブロック図です。まず CPU 部分とフラッシュメモリー部分についてお話しさせていただきます。 CPU は NXP セミコンダクターの i.mx6ull を採用しています。こちら ARM アーキテクチャの CPU となっておりまして、この CPU がメモリに配置されたバイナリを実行いたします。 RAM は DDR3L の SDRAM を搭載しております。こちらに実行中のプログラムやファイルが配置されます。 ROM は EMMC メモリが搭載されております。 PC でいうハードディスクや SSD の役割を果たすものです。こちらの方に後ほど説明いたしますルートファイルシステムが配置されます。 EMMC にはこのように各種ソフトウェアが格納されています。それではこちらの各ソフトウェアについてお話しさせていただきます。まず U-Boot ブートローダー、こちらは Linux システムを起動するために必要なソフトウェアとなっております。 Linux カーネルはデバイスなどを扱う OS そのものの部分です。こちらは Windows のように GUI などの機能は備えておりません。続いてデバイスツリーブロブ、こちらは基盤固有のハードウェアに関する情報が格納されているものとなっております。最後に Debian GNU Linux、 Linux システムを動かすためのライブラリーやアプリケーション、設定などのファイルが配置されており、ルートファイルシステムやユーザーランドとも呼ばれています。 Linux システムの構成はまずハードウェアがあり、その上で動作するハードウェアやメモリの管理を行う Linux カーネルがございます。そしてユーザーランドにお客様が作成したアプリケーションなどが動作しているという構成となっております。 USB や LAN など標準搭載で有効化されているドライバーもありますが、お客様がハードウェアを拡張した際、例えばアルマジロ IoTA6 の U1 モデルの拡張コネクタを使用する場合などは、デバイスツリーを編集してカーネルのデバイスドライバーを有効化し、実際の処理を行うアプリケーションをユーザーランドに配置するというようなイメージとなります。